はい、今回もドラクエウォークやっていこうと思います。今回はですね、極みが手に入ったのでその報告でございます。ちょっとウォークモードをね、ちょっと解除します。ウォークモードを解除するといろいろと出てきますが、はい、この後ですね、あるモンスターの極みが手に入ります。ただし残念ながら5000歩族なんですね。はい、というわけで、出ております。はい、5000歩族の、はい、人面獣ですね。はい、素質極み抜け目がないということが、まあ、見えるかなと思います。ちょっとねスキルの方を見ておきましょう。かまいたち、ルカニ、ルカ、ジバリカということで、まあスキルはね、最悪と言いますか、全くいいところなかったですね。まあせめてね、ルカナンであったりリーフスラッシュなどですね、 B スキルがあればよかったんですけれど、まあ残念ながらそうではないということで、まあそうですねというか、人面獣は攻撃スキルを入れられないんですね。リーフスラッシュないとちょっとだいぶ厳しいですね。一応でも C スキルが、 C のね緑があるので、座を入れたりすることはまあできるのかなというところでしょうか。まあルカナンとかねあったらよかったんですけど、はい、こいつは残念ながらも、はい、スキルはもう最低クラスでしたね。まあ仕方ないですね。はい、ということで、ちょっとこの後、銀の卵が2個孵化するので、銀の卵ちゃうか。はい。キラーパンサーですね。はい。キラーパンサー、残念ながら、素質は U でした。もう1個キラーパンサーかな。はい。はい、どうでしょうか。極みではなくて、まあ、2個ともね、U でしたね。ということで、ちょっと卵の方を付け替えておきましょう。とりあえず、はい。銀の卵をもうすぐ孵化したのがあるので、とりあえずこいつを付けて、置くことにします。ということで、まあ、とりあえずね、こんな感じで、まあ、久しぶりに極みだったんですけれど、まあ、5000歩族の人面獣ということで、まあ、あんまり大したことなかったですね。ちょっと使う機会はね、ないんじゃないかなとは思いますが、とりあえず。まあ、極みが来たことですね、は、まあ、久々ということもあって、よかったなと、はい、思います。ということで、ちょっと、ボーナスダンジョンの方をやっていこうかなと、はい、思います。というわけで、ちょっと待ってくださいね。今、金曜日ということで、はい、学生戦履行が始まっておりますが、まあ、とりあえずね、まあ、学生戦履行は、まあ、後でやるとして、とりあえず、はい、ボーナスダンジョンの方をやっていきましょう。まあ、一応ね、1週間に3回チャレンジできるので、これ多分3回目ぐらいかなと思いますけど、はい。一応ですね、このボーナスダンジョン、スタートするときに扉が開く、画面があるんですけど、そこでですね、こんな感じで扉がピカピカ光ると結構大当たりが出やすい。そうじゃないと、そんな当たらない。そういう違いがあります。ちょっと見ておきましょうということで、はい、扉の演出はなしということで、まあ、大当たりはね、期待できないのかなと思います。はい、ということで、ボーナスダンジョンやっていきましょう。3回スロットマシンを引けるという形になります。はい。こんな感じでキラースロットマシンを3匹出てきてですね、ある程度ダメージを与えると絵柄が出てくるような形になっております。はい。右だけ出ましたね。はい。ドラキーが揃えば、まあ経験値6万ぐらいなんですけど、はい。揃わなかったですね。外れですね。まあ今回はね、最初の扉入るときの演出がしょぼかったんで、はい、あんま大当たりはしにくいと思います。あんま期待せずに行きましょう。ということで、はい、ミリオンダガーのインフィニティエッジですね。はい。はい、EXP が2つ来ました。これで揃えばいいんですけどね。あ、これはちょっと少し期待していいのかな。どうでしょう。まあ、最初の扉の演出がダメでもね、当たることってあるんですけれど、まあ今回はね、まあ当たらなかったですね。あと1回。最後です。まあ3回チャンスがあるということで、3回目ですね。今回が最後です。はい。ということで、行きましょう。ミリオンダガーのインフィニティエッジ。配信が出れば、まあ、まあいいよ。はい、とりあえず、3回ともね、外れでしたね。もう、ということで、まあ一応2万5000の経験値はもらえました。ということで、はい、今週のボーナスダンジョンは終わりました。はい、ということで、まあ、さっきね、ウォークモード解除したときに、キラーパンサーのね、卵が2個孵化したんですけれど、あ、ちょっと待ってください。ゴーレムがいます。はい。ゴーレムがいるので、せっかくなんでね、ちょっとこのゴーレムを倒していきましょう。未だにね、この13000歩族のゴーレム、極みがないんですよね。
ちょっとそろそろ極みが欲しいなと思ってるところなんですけど、まあどうでしょうか。まあこれが極みである可能性というのは、ね、限りなく低いんですけれど、まあでも極み出たらね、熱いですよね。はい、うん、はい、ちょっと会心が出ないから、なんか一旦で終わらなかったですね。せっかくのミリオンだがね、会心が出ないとどうしようもない。お、ゴーレム仲間になった。来い、極み、来い、来るか。波ということで。はい。まあちょっとね、残念ですね。まあまあ、でも、ゴーレムがね、仲間になっただけでも、それはそれでいいかなと思います。で、ちょっとね、話続きだったんですけど、キラーパンサーの極みが、まあ私、未だに持っていないわけなんですね。まあ、キラーパンサーね、ひたすら卵を割り続けてですね、はい、今、201匹、仲間になっておりますが、未だに極みがゼロなんですね。もう、ちょっとだけ、はい、まあ、モンスターリストのとこを見ておきましょう。で、まあ、キラーパンサーはね、獣系なので、こいつを、獣系のところを見ていくんですけれど、腸が、1、2、3、4体。これまで4体いるのかな。あ、5体か。5体いますけど、未だに極みがおりません。で、素質なんですけれど、まあまあ、どうでもいいか。抜け目がない頭脳明晰、ちょっと頭脳明晰がなんか多いですね。頭脳明晰が1体、2体で、抜け目がないが、頭脳明晰が3体いるのか。頭脳明晰3体で抜け目がないが2体。そのうちクリムゾンバードを持っているのが、まあ1体だけだったかな。はい。はい。まあ、こいつですね。この抜け目がないやつですね。はい。こいつはクリムゾンバードを持っておりまして、麻痺攻撃もないということで。まあでもね、せっかくなら、極みのね、キラーパンサーが欲しいですね。はい。はい、ということで、まあ、ちょっとね、200匹仲間にして、未だに極みゼロということで、まあちょっとね、本当に出るのかなという感じですけど、まあ、出るまで粘り強く、キラーパンサーの卵を割っていこうと思います。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ